はい、皆さんこんにちは。レク不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております不動産鑑定士の川原と言います。では2025合格基礎講座鑑定理論、1回目の講義を行っていきます。まずは、1回目の講義ですので、少し、ガイダンス的なことからお話をさせていただきます。不動産鑑定試験は担当式試験と論文式試験ですね、2段階選抜方式になっていますね。いずれの試験においても出題される科目がこれから学んでいく鑑定理論という科目になっていきます。でこの鑑定理論について、まず初めに受講していただく基礎知識をインプットしていく講座がこの合格基礎講座ですね。全20回の講座ということになっていきます。担当論文共通の知識を学んでいきます。ただ担当式試験合格しないと論文受験することできませんので、講義の進め方としましては担当対策をメインとして講義をですね進めていきます。なのでまずは担当式試験の概要から確認をしていきます。はい、まずね、いつ試験が行われるか、試験期日はですね、例年5月の中旬の日曜日が試験日程となっています。正式には年明け1月ぐらいね、正式な期日が発表されるんですけど、例年5月の中旬の日曜日ですね、試験日程となっています。で、常に逆算して意識をしてですね、学習していくことが重要です。まあ、残り何日かってことですね、あっという間に本試験来てしまいますので、常にね、意識をして学習を進めていくようにしてください。あと、余談なんですけど、受験手続きですね。例年ね、年明けの2月の下旬から3月の上旬が受験手続きの日程になっています。で、必ず毎年一人二人ですね、受験手続き忘れてしまったって方がいるんですけど、そればっかね、私、どうすることもできませんので、受験手続きだけですね、忘れないようにしてください。2月の下旬から、ね、3月の上旬が受験手続きの日程ということになってきます。で、試験科目を見ますと、担当式試験は行政法規という科目と鑑定理論という科目で2科目で試験が課せられます。まずは行政法規ですね。不動産は勝手気ままに使えるものではなくて、様々な規制、法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことないでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目です。もちろん、宅建試験とかね、勉強されたことある方はですね、その4割ぐらいが重なってくる科目が、この行政法規という科目になってきます。続いて鑑定理論ですね。名前の通り鑑定評価をする上の理論、考え方を学んでいく、これ鑑定士としての専門科目がこの鑑定理論という科目になってきます。なかなか大学とかでも教えていないので、ほとんどの方がね、初めて学ぶ科目がこの鑑定理論という科目、専門科目ということになってきます。で、試験時間をと言いますと、いずれもね、2時間ずつで問題を解いていくね、そういった試験時間になっています。どういった形式で問題が出されるかというと、5択のマークシート方式で各科目40問ずつ出題されます。宅建試験を受けられた方はですね、宅建試験は、4つの選択肢から1つのね、正解選べですね。まあ、4択のマークシート方式で、50問出されていたと思うんですけど、鑑定試験の担当式試験は5択のマークシート方式で、で、それぞれ40問ずつね、出題される、そういった形式になっています。で、1問 2.5 点と配点されてまして、それが40問なんで100点満点、2科目合計で200点満点で試験が課せられるということになっています。では、どの程度点数を取れば合格することができるのか、合格ラインはと言いますと、願書には総合点でおおむね7割と示されています。まあ、200点満点なんで140点ぐらいということですね。で、鑑定試験というのは相対評価の試験なんですね。つまり、問題の難易度が難しければ合格ラインは下がっていきますし、優しければ合格ラインは上がっていくですね。そういった試験制度になっています。で、とですね、それぞれの科目ごとに一定の点数が必要となっています。それぞれ最低ラインが設定されています。なので、例えば、まあ、合格ラインが140点であるとして、総合点で140点取ったとしても、それぞれの科目ごとの最低ラインをクリアできていなければ合格することができない、ね。そういった制度になっています。受験生の平均点というのが公表されるんですけど、だいたいその平均点のちょっとしたぐらいのラインが、それぞれのね、科目の最低ラインで設定されて、結構ね、高めの最低ラインになってますので、つまり、どちらか一方高い点数を取って合格するみたいな戦略が取れないということですね。つまり、鑑定理論行政法規ですね、それぞれバランスよく点数を取っていく必要があるんだということになっていきます。ただ、近年の本試験は行政法規の方が難易度が高いで難しい傾向がありますので、なので、鑑定理論としてクリアしてもらいたい合格ラインはと言いますと、40問中32問ですね。80点クリアをですね、目標にしてもらいたいということです。まあ、ポジティブに8問間違えても合格することができるんだということです。まあ、満点は不要ということになってきます。まずは、32問ですね、80点クリアを目標にしていくようにしてください。
では敵をやっつけるためにはね、敵を知る必要がありますので、実際のね本試験問題確認していきます。はい、これ実際の本試験問題ね、 A4 版の本試験問題になっています。これ令和5年度ね、担当式試験のね本試験問題で、不動産の鑑定評価に関する理論、略してこれ鑑定理論と呼ばれます。で100点満点で試験時間が2時間ですね。で、午前中10時から12時で行政法規の問題を解きまして、1時間半の休憩を挟んで、午後の1時半から3時半まで2時間で鑑定理論の問題を解いていきます。いくつか注意事項が示されてるんですけど、ね、縦4のところを見てください。回答は、回答用紙の記入要項に、要領に従って、必ず黒の鉛筆 HB または B で、マークすることが指示されています。筆記用具ですね、シャーペンは使えずに、HB または B の黒の鉛筆が筆記用具に示されています。シャーペンはマークシートの読み取り機が、ね、読み取らないってことがあったりするので、筆記用具はですね、これ鉛筆が指定されています。最近はなかなか、ね、鉛筆使用しないって方も多いと思うんですけど、ちょっと鉛筆を準備していただきまして、レックの答案練習会、答練の段階から鉛筆を使ってですね、マークしていくようにしてください。でいくつか問題の形式確認していきます。では、まずは8ページ、問題10ですね。問題10。括弧1から括弧5という形で、5つの記述選択肢が与えられていて、問題文の最後ですね。正しいものはどれかとの問題形式ね。正しいものもしくは誤っているものを一つ選ぶ、こういった形式のことをこれ単純正誤問題と言ったりします。続いてちょっと問題11見ていきますね。問題11はイからホという形で5つの記述があって、その記述の組み合わせが5つの選択肢ですね。イーローハとかイーローニという形で5つですね、組み合わせの選択肢が与えられていて、で問題文、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか、正しいものもしくは誤っているものの組み合わせを選ぶ、これ組み合わせ問題と言ったりします。続いて問題12見ますと、一定の記述がありまして、その記述の中でイーローハという形で空欄、穴が開いていまして、で穴に入るべき語句の組み合わせが5つ選択肢が与えられていて、で問題文、空欄に入る語句として正しいものの組み合わせはどれか、こういった形式のことをですね、穴埋め問題と言ったりします。さらに鑑定理論は40問中最後の2問ほどなんですけど、出される形式がありまして、では最終40問見ていきましょうかね。問題40はこう計算で使う数値が与えられていて、で下選択肢として計算結果5つ計算結果選択肢が与えられていて、問題も逃げ場の中で計算結果として正しいものはどれか、これこういった形式を計算問題と言ったりします。で計算問題は微分とか積分とかそういった高度な数学が不要で、いわゆる四則計算ですね、単純に足し算引き算掛け算割り算で処理することができるんですけど、ポイントは電卓を使えないということです。これ手計算で計算していく必要があります。40問中最後の2問ですので、通常は残り限られた時間の中で手計算で焦りながら計算していかなきゃならない。やはりですね、どうしてもケアレスミスを犯しやすいんですよね。つまりこの4つの形式の中で一番ですね、難易度の高い間違いやすい形式がこの計算問題ということになってきます。で令和5年度ですと、どういった割合で出されていたかといいますと、単純正誤問題が10問、組み合わせ問題が26問、穴埋め問題が2問の計算問題が2問という割合で出題されています。特にこの組み合わせ問題が26問ですね。半数以上占めているのがポイントですよね。で、組み合わせ問題というのは、確実な知識があれば、それをヒントに消去法的に正解を導き出すことができる。一番ね、点数が取りやすい形式がこの組み合わせ問題です。なので、対策としましては、過去問を中心に確実な知識を増やしていくことがポイント重要なんだということです。10の不確かな知識よりも5の確実な知識で合格をね、目指すですね。そういった戦略が重要ということになってきます。では続いて、鑑定理論ですね。どういった特性の科目なのか、科目特性について説明をしていきます。
まずどういった内容を学習するのかと言いますと、鑑定理論というのは不動産鑑定評価基準と留意事項について理解を伴わせて暗記をしていくですね、そういった学習内容ということになってきます。不動産鑑定士が鑑定評価する上での、判断の拠り所となるのが、条文のようなものが不動産鑑定評価基準、略して基準と言ったりしまして、その弟分が留意事項ですね。この基準と留意事項について、単なる丸暗記でなくて、理解を伴わせて暗記をしていく。そういった学習内容が鑑定理論の、学習内容ということになってきます。で、鑑定理論というのは担当論文、いずれでも出される科目ですよね。じゃあ論文式試験。じゃあ、鑑定理論の論文式試験というのは、これ文章を書いていく必要があるんですけど、なんか小論文的に自分の意見を書いていくとか、そういった形式の問題かというと、そうじゃないですね。鑑定理論の論文式試験というのは、暗記してきた基準留意事項を問題文に合わせて現場でダーッと吐き出していく、そういった試験内容です。鑑定理論の論文式試験というのは小論文的になんか自分の考え方を述べるとかそういったことではなくて、暗記してきた基準留意事項を問題文に合わせて現場でガーッと吐き出していくですね、そういった試験内容です。つまりこの基準留意事項というのはある意味こう試験員との共通言語みたいな語学共通言語みたいなものなんですね。つまり自分の理解を試験員にしっかりとアピールするためには、この共通言語であります基準留意事項を使って回答を作成する必要があるんだ。つまり論文式試験合格するためには、この基準留意事項の暗記というものが必須必要となってきます。一方、担当式試験はマークシート方式ですので、暗記はそれほど意識する必要はありません。それよりもこの理解を伴わせるということですね。キーワードを中心に理解を伴わせることが担当採択としては重要ということになってきます。で、この鑑定理論の位置づけなんですが、担当論文いずれでも相手の半分を占める最重要科目ということになってきます。担当式試験は2科目でしたので、相手の半分で当然占めていくんですけど、論文式試験。まず行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので、論文では出されません。一方、鑑定理論は専門科目ですので、論文でも出されます。加えて、民法経済会計学ですね。論文式試験は、鑑定理論、民法経済会計学、4科目の、試験科目で出題されます。ただ、鑑定理論は他の科目よりも多くの問題数が出されます。なので、論文式試験600点満点なんですけど、そのうちの300点、配点の半分を占めているのが鑑定理論。つまり担当論文いずれでも配点の半分を占めているので、鑑定理論を苦手としているようですと、なかなかですね、最終合格、合格が厳しいものということになってきます。で、この鑑定理論なんですけど、担当論文で学ぶべき知識は共通です。違う点はアウトプットが異なるという点です。担当特有の知識、論文特有の知識というのは基本的にありません。この後見ていくんですけど、基礎テキストは担当論文共通のテキストということになっていきます。違う点は、アウトプットですね。試験員に自分の理解をアピールする仕方が異なってくる。つまり、マークシートでマークして自分の理解をアピールするのか、論文文書で書いて自分の理解をアピールするのか、アウトプットが異なるだけなんだということになっていきます。なので、戦略としましては、ぜひですね、鑑定理論を得意にして担当式試験ですね、合格してもらいたいということです。受かり方ですね。まずは、受かるってことが大事なんですけど、ただ受かり方としましては、ぜひですね、鑑定理論の方を得意にして、つまり、行政法規をいくら得意にしても、行政法規は担当式試験だけの科目ですので、これ論文の貯金にはなってきません。一方、鑑定理論は担当論文共通の科目です。担当段階で鑑定理論を得意にすればするほど、これ、論文への貯金につながってきて、最終合格を近づけることになりますので、ぜひね、受かり方ですね。まずは受かるってことが大事なんですけど、できれば受かり方としましては、鑑定理論の方を得意にしてですね、担当式試験ですね、ぜひ合格してもらいたいということになってきます。はい、ではね、受講していただく、担当合格コースの流れについて説明をしていきます。まずは左からですね、基礎知識をインプットしていく、合格基礎講座ですね、鑑定理論20回、行政法規14回の全34回ですね、基礎知識をインプットしていきます。続いて、行政法規改正対策講座というのがあります。
行政法規、これ法律をもらいます。法律というのは改正があります。その改正点というのは試験で狙われやすいですね、箇所ということになってきますので、その対策を行っていくのがこの行政法規改正対策講座、ね、全1回のインプット講義です。続いて担当総まとめ講座ですね。鑑定理論4回、行政法規4回の計8回です。これはこの合格基礎講座に身につけた基礎知識について今一度まとめて確認をしていくですね、まとめの再確認の講座が担当総まとめ講座ということになっていきます。で、鑑定理論全4回なんですけど、最終回4回目で先ほど確認したあの計算問題の対策をこの担当総まとめ講座の最終回4回目で行っていきます。で、続いて担当実践討論ですね。答案練習会で、ね、実際問題を解いていきます。鑑定理論3回、行政法規3回の計6回です。本試験レベルの実践的な問題についてですね、解いていくですね。答案練習会、討論ですね。担当実践討論です。で、最後ですね、全日本担当公開模試ね、全国レベルの模試を受けていただきまして1回分ですね。で、5月の担当本試験に臨んでいただく、そういったこれスケジュールになっています。で、講義時間なんですけど、左3つ、このピンクのところですね、上にこうインこうインプット講で知識をインプットしていく、この左3つですね、こちらは1回あたりの講義時間が 2.5 時間の講義時間となっています。で、その 2.5 時間の講義時間が、4ユニット制でですね、設定されています。つまり1ユニット35分程度で、かける4ユニットで1コマ 2.5 時間ですね、そういった構成になっています。なので、リックの通信講座はですね、自分の生活に講座の受講をですね、入れ込みやすいですね。そういったスタイルになっています。つまり、例えば、ちょっと朝早く起きて、1ユニット35分講義を受講して、で、出社出勤をして、昼休みですね。で、このね、4ユニットの第2ユニットですね、また35分講義を受講して、で、帰宅をして、残り3、4ユニットですね、35分でね、講義を受講する。自分の生活の中に35分の隙間があればですね、講義の受講を入れ込むことができるですね。そういった入れ込みやすいですね、インプット講座になっているのが、このレクのですね、4ユニット制の、インプット講座ということになってきます。で、右2つですね、実際問題を解いていくこの実践討論と模試ですね、こちらについては、まず2時間で40問の問題を解いていただきまして、で、休憩を挟んで50分の解説講義を受けていただく、まあ、トータルで3時間ほどの講義時間がこのね、アウトプットですね、実際問題を解いていく実践討論と模試のね、講義時間ということになってきます。で、受講のペースなんですけど、特に通信の方はですね、なかなかペースをつかむのは難しいと思うんですけど、お手元に、受講ガイドというものが届いているはずです。その中に、レック水道橋本校が生クラスなんですけど、その生クラスのスケジュールが受講ガイドにも掲載されているはずですので、まずはこの生クラスのね、ペースを参考にしてですね、通信の方も受講していくようにしてください。受講ガイドに水道橋本校生クラスのね、スケジュールが示されてますので、そちらを参考にですね、受講していくようにしてください。一応ざっくりとした目安をね、説明しますと、いつから始めても、春から始めても、夏から始めても、秋から始めても、この基礎期の合格基礎講座全34回の講座をですね、年内いっぱいまでで消化するですね。そういった目安で講義ですね、受講していくようにしてください。春から始めた方はですね、まあ、週1コマペースでやれば十分ですね、年内いっぱいに消化できるはずです。で、夏ぐらいから始めた方は週2コマペース。で、秋から始めた方はですね、少しタイトになるんですけど、週3コマペースぐらいですね、年内いっぱいで。まあ、秋から始めた場合は1月いっぱいぐらいまで伸ばしていただいていいと思うんですけど、まあ、ざっくりと年内いっぱいにこのね、インプット、合格基礎講座全34回、基礎期の講座を受講していただいて、あとはね、すべての方がもう合流して、ね、年明けからはですね、この行政法規改正対策講座以降の講座をざっくりと週2コマペースで受講していただくですね、そういった受講の流れペースでね、受講していくようにしてください。で、まずこれ初めに受けていただく合格基礎講座ですよね。予習は不要です。で、しっかりと復習してください。復習にあたっては、一応目安としましては、講義の時間の倍ぐらいの時間をですね、ぜひ復習時間に当ててほしいです。つまり1コマ 2.5 時間ですので、復習はその倍の5時間ぐらい使っていただけると、十分な復習時間ということになってきます。
で、これ、ね、受講する際にはとにかく細かいところは気にせずにですね、幹となる大枠をつかむところを意識してね、学習進めていくようにしてください。とにかく、ね、細かいところ気にしないでください。受験用語で全体を一通り学習することを回すというんですけど、担当対策としましてはどれで数多く全体を回すことができるのか、それがポイントです。で、細かいところは4回し目、5回し目ですね、何回も何回も回すことによって後々分かってきますので、全部が全部細かいところ分からないと講義先に進めることができないとなってしまうと、いつまでたってもね、講義の受講を、ね、先に進めることができませんので、まずはね、細かいところは気にせずに大枠をつかむってことを意識して、ね、どん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 ね、講座受講していくようにしてください。で、何回しをすることによって細かいところね、何回しの4回し目5回し分かってきますので、とにかく大枠、ね、つかむってことを意識して学習ですね、どん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 進めていくようにしてください。あと、これ、ね、担当合格コース、コース生にはですね、教えてチューターというね、メールでの質問制度がついています。勉強の仕方だったり、勉強ならね、何でも構いません。回数制限もありませんので、ぜひね、疑問を持った、ね、部分についてはですね、そういった教えチューター、それね、メールでの質問制度なんかうまく活用していただいてですね、疑問解消していくようにしてください。あと、私、講義においてですね、ちょっとマーカーを使用していきますので、お手元ね、ちょっとマーカーをぜひね、準備してもらいたいんですけど、ピンク、で、ブルー、で、グリーン、イエローのマーカーと、あと、少しね、太めのペンですね。赤と青のね、ちょっと太めのペンですね。こちらを使ってマーカー等々していきますので、できればね、ちょっとこういったマーカーですね、お手元を準備していただけるとありがたいです。はい。あと、お手元ね、教材がいくつか届いていると思いますので、ちょっと教材の説明をしていきます。まずは、お手元。この、合格基礎テキスト鑑定理論というものが届いているはずです。これ、講義で使用しますメインテキストが、この合格基礎テキストです。これ、担当論文共通の基礎テキストとなっています。ちょっと形式だけ確認していきましょうね。じゃあ、ちょっと80ページ開いてください。80ページ開いてください。内容わからないと思うので、形式で確認していきます。80ページ開いてください。はい、まず本文のところで、これ実践で囲まれている部分がありますよね。これが不動産鑑定評価基準を表しまして、で、下、ちょっとわかりにくいですけど、下、この点線で囲まれている部分があります。点線で囲まれている。こちらが弟部分、留軸を表しています。で、横見出し見ていただきますと、まず上のところですね、担当主体年度、これ直近10年間の主体年度が示されていて、すぐ下、論文主体年度も示されています。これ担当論文共通の基礎テキストです。で、効果期24とありますよね。効果期というのは論文向けの補助教材ですので、こちら担当対策のことはですね、ちょっと無視するようにしてください。あと、横見出し、コメント等々ですね、ありますので、必要なね、重要な箇所については適宜、ね、指摘をしていきます。そういった形式になっています。続いてお手元、この講義進度表パワーポイント画面集暗記ノートというものがお手元届いているはずです。で、これはまずね、表紙めくっていただきますと、表紙めくっていただきますと、まずね、講義進度表ですねがありまして、で、続いて右ページ、これ今まで見てきましたこのパワーポイントの画面ありますよね。こちらを冊子状態にしたものがこのパワーポイント画面集ですね。これ復習の際の確認用の教材ということになっていきます。あと、端末にですね、暗記ノートというものが掲載されています。こちらについてはですね、第2回ですね、第2回の講義の最後に暗記ノートの使い方ですね、説明をしていきます。これ復習の際の確認用の教材ということになってきます。で、続いて、足別鑑定理論の上下巻というのはお手元届いていると思います。足別鑑定の上下巻ですね。お手元届いていると思います。こちらは、令和5年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集したレックの過去問集です。これ令和5年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集したレックの過去問集。これ、講座では使用しないんですけど、講義では使用しないんですけど、復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論、まあ足別ということになってきます。過去問集です。講座内ではね、使用しない、講義内では使用しないんですけど、復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論ということになってきます。ちょっとやはり形式確認していきましょう。では上巻の、4ページ5ページ開いてください。4ページ5ページ開いてください。上巻4ページ5ページ開いてください。
4ページ、5ページですね。これ見開きの形で、で、左が問題、右が解説ですね。こう丸バツ一問一答形式の過去問集になっています。左ページ見ていただきますと問題がありまして、横見出しのところに星1つ、2つ、3つという形で重要度がランク付けされています。星が多ければ多いほど重要度が高いものになってきます。で、復習の際には星3つと2つの足を解くようにしてください。つまり星1つの足はやらないでください。載せなければいいって話なんですけど、これ過去問集なので網羅性の観点から星一つのね、足も載せるんですけど、星一つの足は解いてしまうと、書いて理解を阻害するですね、悩ませてしまうような、そういった内容になってますので、星一つの足はね、解かないでください。星一つの足の質問なんかもしないでください。復習においては、星三つと二つ。特に一回目の復習においては、星三つの足だけで大丈夫です。復習の際はですね、星三つと二つ。一つはやらないでください。質問もしないでください。で、しかも、一回目の復習の際は、星三つの足ですね。星二つの足というのは、全20回の講義をすべて聞いた後でないとわからないような内容が組まれてますので、一回目の復習は、星三つの足だけを解けば大丈夫ということになってきます。で、5ページ解説見ていきますと、こう丸バツのね、解説。で、解説の最後にですね、テキスト P 何ページ。これ、合格基礎テキストの該当ページです。なので、ぜひ復習の際には足別を解いて、解説を確認した上で、さらに合格基礎テキストの該当ページも確認するようにしてください。必ず合格基礎テキストに戻るようにしてください。で、戻る際には、取れた知識のみならず、前後の知識も合わせて確認するようにしてください。足別を解いて、解説を確認して、で、合格基礎テキストに戻る際には、前後関係も含めて問われている知識、位置づけを確認するですね。足別を解くことによって、合格基礎テキストを網羅的に潰していく。これが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。で、続いて、手のひらサイズの緑色の表紙のモバイル鑑定評価基準というものがお手元届いているはずです。これ暗記用のツール本で、やはりこちらも講義では使用しないんですけど、これ暗記用のツール本です。これ、基準理事項、理解を伴った暗記が必要なんで、その暗記を行っていく際のツール本が、このモバイル鑑定評価基準ですね。持ち運びしやすいようにですね、暗記すべき基準理事項がですね、手のひらサイズになっている、そういったね、ツール本ということになってきます。で、短期で最終合格を果たす方は、やはり担当段階から、基準留意事項の暗記を進めてますので、ぜひ、例えば春から始めてる方とか、夏から始めてる方とか、早い段階で学習を始めてる方はですね、今から、これね、もう携帯してですね、少しずつ基準留意事項の暗記ですね、進めていくようにしてください。最終的に、論文合格するためには、この基準留意事項について、範囲としても7割、生徒としても7割ぐらい暗記していかないと合格することで、ね、厳しいものになってきますので、ぜひ早い段階からですね、こういった、モバイル鑑定基準等々を使ってですね、暗記進めていくようにしてください。で、具体的な暗記の仕方については、やはりですね、2回目の講義のですね、最後の時間にね、また説明をしていきます。第2回の講義の最後で暗記の仕方等々ですね、また説明をしていきます。で、あと鑑定理論の全体像なんですが、不動産鑑定学時鑑定理論というのは、大きくまず総論と各論という形で分かれていきます。総論というのが、すべての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論で、それを踏まえて、個別具体的な案件ごとの求め方をね、学んでいくのが各論ですね。すべての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論。それを踏まえて、個別具体的な案件ごとの求め方を学んでいくのが各論ということになっていきます。で、総論が第1章から第9章。各論が第1章から第3章ですね。全部で12の章から成り立っていまして。で、これ担当で出されたね、問数なんですけど、これ、すべての章から担当本試験ですね、出題されています。基本的にやらなくていい章というものはありません。ただ、問数が多い章というのがありまして、それがね、丸で囲まれているところ、総論第7章と各論第1章と第3章ですね。この3つの章だけで、令和5年度ですと半分 50% を占めています。なので、メリハリという意味では、特に総論第7章、各論第1章、第3章が重要なんだということになってきます。
はい、まずはですね、ちょっとガイダンス的なことがね、お話をさせていただきました。じゃ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして、第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、では第2ユニット講義の進めていきましょう。で、ね、中身入っていきますので、お手元合格基礎テキストの、ではですね、端書き目次等々を飛ばしまして、総論第1章と書かれているですね、1ページ目開いてください。中身入っていきます。お手元合格基礎テキストで端書き目次等々を飛ばしまして、総論第1章と書かれているで、ね、1ページ目扉のところを開いてください。中身入っていきます。はい、よろしいでしょうか。ではね、総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察で、鑑定評価における基本的な考え方、総論第1章で学んでいきます。まずね、本書で学習すること、文書のところを見てください。第一章で学習することは、不動産の鑑定評価に関して最も基本的なものです。ベーシックとなる考え方です。この章は第二章以降を理解する上での重要な前提となり、不動産鑑定評価基準を体系的に理解する鍵となるんだということになってきます。総論第一章というのは、総論の中の総論と呼ばれるものであって、二章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのが、この総論第一章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察です。鑑定が基準をね、体系的に理解する鍵、指針となるような章なんだということになっていきます。続きました。ただし、この章は抽象的な記述が多く、基準の中でも難解な章となっています。理論的根拠が示されているので、ちょっと抽象論なんですね。いやですね、分かりにくい表現になっています。で、最初ではなく第2章から第9章の学習を一通り終わらせてからもう一度確認するようにしましょうとなっています。2章以降の具体的な概念を学んだ時に、理論的根拠としてこの総論第1章に戻ってきます。戻ってきた時に理解できるようにしとくのが、総論第1章復習の到達点ということになってきます。必ず1章に戻ってきますので、ああ、そういえばやったなって形で思い出せるようにしとくですね。そういったね、ことをしとくのが1章の復習の到達点ということになってきます。はい。で、下見ていきますと、担当の本試験の出題数が示されています。で、これ一番新しいのが令和5年ですね。で、直近ですと令和6年になってくるんですけど、今これ収録しているのは令和6年の本試験の前の段階で収録してますので、なのでね、これと令和5年までしか示されていません。令和6年のものについてはですね、担当総まとめ講座、年明けの担当総まとめ講座の教材の方で、掲載しておきます。はい、では2ページ進んでください。はい、2ページ進んでください。で、はじめ6行ごとで、これから第1章でどのようなことを学ぶのかってことがね、全文的に示されてるんです。ここいきなりなんですけど、この全文は試験対策としては×ですね。これ不要ということになってきます。まずね、はじめ6行ほどで、これから1章で学ぶべき内容が全文的に示されてるんですけど、こちらの試験対策としては×ですね。不要ということになってきます。で、総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察は、全部で4つの説から成り立っています。まず大枠確認していきます。まずね、第1節は、不動産とその価格ですね。客体であります、不動産って何なの？不動産の価格って何なの？ということを学んでいくのが第1節、不動産とその価格ということになっていきます。続いて5ページ進んでください。5ページ開いてください。5ページ1番目。続いて第2節は、不動産とその価格の特徴について学んでいきます。不動産ってどんな特徴があるの？不動産の価格ってどんな特徴があるの？ということを学んでいくのが第2節、不動産とその価格の特徴ということになっていきます。で、続いて少し飛ばしまして12ページまで進んでください。12ページ開いてください。はい、12ページ開いてください。第3節は、不動産の鑑定評価、行為そのものですね。鑑定評価ってどういった意義があるのってことで、これ様々な観点からの鑑定評価の意義を学んでいくのが第3節、不動産の鑑定評価です。で、最後第4節が14ページ進んでください。第4節が不動産鑑定士の責務ですね。我々鑑定士に課せられている責任義務、責務は何なのかということを学んでいくのが第4節、不動産鑑定士の責務ですね。以上4つの節から総論第1章は成り立っています。
ではそれぞれの説ごとに確認していきましょう。2ページ戻ってください。はい、まずは第1節、不動産とその科学について学んでいきます。で、不動産に関わる概念として不動産のあり方という概念について学んでいきます。では基準の文言を見てください。基準、不動産は通常土地とその定着物を言う。土地はその持つ有用性の上に全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は不動産の在り方、すなわち不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。私これから講義の中で担当対策として重要なフレーズについてマーカーを指摘していきます。では4行目、不動産の在り方、マーカーをしてください。担当対策として重要なフレーズについてね、マーカーを指摘していきます。4行目、不動産の在り方、マーカーをしてください。不動産の在り方、マーカーをしてください。はい、ではね、冒頭から確認していきます。不動産は通常土地と建物等々に代表される定着物から成り立っています。皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。続き、土地はその持つ有用性。有用性というのは役立つ性質ということです。土地の上に建物を建てることができる。土地を使って農作物を育てることができる。そのように役立つ性質、有用性を持つがゆえに、すべての国民の生活を確保と活動とに欠くことのできないベースとなるものが土地なんだということです。で、その土地を我々が様々な目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係が不動産の在り方という概念に具体的に現れるんだということです。不動産の在り方というのは簡単な表現で言うならば皆さんが目にする街並みのことです。街並みを見れば土地と人間との関係、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか把握することができる、そういった概念です。例えば、戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街ですね。戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、こういった街並みを見れば、人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献しているんだ。土地と人間との関係ですね。不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか具体的に把握することができる。不動産の在り方、街並みですね。簡単な表現で街並み。例えば、戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街でね、こういった街並みを見れば、人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献するですね。土地と人間との関係ですね。不動産がどのように構成され、どのように貢献するか、具体的に現れた概念が、街並み、不動産の在り方という概念ということになってきます。では、続きの文章を見てください。第7落。この不動産の在り方は、自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済活動の本質を決定づけているとなっています。不動産のあり方、街並みというのは、多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということです。例えば自然的要因、山間部なのか平野かによって街並みが変わってくるというのはイメージできると思います。ただ行政的要因、様々な法律、規制がありますよね。その法律、規制化によってもやっぱりですね、不動産のあり方、街並みというのはね、変わってくるんだ、決まってくるんだということです。さらに不動産のあり方、街並みというのは、不動産の経済価値の本質、言い方を言えばこれ、不動産の価格を決定づけるんだ。不動産のあり方、街並みが、不動産の経済価値の本質、価格を決定づけるんだということです。つまり、同じ形、規模の土地であっても、地方の農村にある場合と、都心の高級住宅街にある場合では、やっぱり価格が違ってきますよね。つまり不動産のあり方、街並みというのは不動産の経済価値、不動産の価格を、ね、決定づけるんだとの内容ということになってきます。で、最終2行を見てください。一方この不動産のあり方はその不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産のあり方、街並みというのは
価格を主要なメインの選択肢を判断基準として決まってくるんだということです。不動産の価格というのが主要なメインの選択肢を判断基準として不動産のあり方、街並みに影響を与えるんだということです。どういったことかと言いますと、はい、画面見てください。多面的な要因が相互に作用することによって、不動産のあり方、街並みをね、決定し、で、不動産のあり方、街並みが不動産の経済活動の本質、価格を決定するとともに、逆に不動産の価格があり方、街並みに対して選択指標として影響を与えるんだということです。これ、お互い影響を与え合う関係が不動産のあり方と価格にはあるんだ。これ、不動産のあり方の二面性と言います。あり方が価格を決定するとともに、価格は逆に選択肢を判断基準としてあり方に影響を与えるんだということです。例えばこんな感じです。例えば高級住宅街にある土地の価格は高くなり、これ街並みあり方が不動産の経済活動の価格を決定するとともに、一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築するでしょってことです。やはり高い価格を出したならば、それに見合った使い方をやはりするでしょってことです。つまり価格が選択肢を判断基準として使い方、街並みに影響を与える、あり方に影響を与える、お互いあり方と価格の間にはお互い影響を与える、こう二面性の関係が認められるんだとの内容がこの最終2行で示されていたんだということになってきます。まずはこのマーカーした不動産のあり方という概念ですね。まあ簡単な表現で言うならば、皆さんが目にする街並みです。街並み、不動産のあり方を見れば、土地と人間との関係ですね。不動産がどのように構成され、どのように貢献するか把握することができる。そういった概念ということになってきます。では続いて3ページ移ってください。ではね、不動産の価格概念について学んでいきます。で、3ページ基準。不動産の価格は一般に、過去1、その不動産に対して我々が認める効用、過去2、その不動産の相対的調整、過去3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生じる不動産の経済価値を家計額をもって表示したものであるとなっています。不動産の価格というのは3者の相関結合、これお互い影響を与え合って結合するってことで、3者がお互い影響を与え合って結合することによって生まれた不動産の経済価値をいくらいくら貨幣価格を持って表示したものなんだということです。不動産の価格というのは3者がお互い影響を与えて結合することによって、相関結合することによって生み出された不動産の経済価値を、例えば1億円みたいな形でいくらいくら貨幣額を持って表示したものなんだということです。じゃあ3者って何かと言いますと、じゃあマーカーしてください。上から2行目から効用、相対的希少性、有効需要ですね。3者マークをしてください。効用、相対的希少性、有効需要ですね。3者マークをしてください。それぞれどういった概念かと言います。はい。その説明文見てください。先ほど担当対策としましては、キーワードを中心に理解を伴った、基準理事項の暗記です。理解を伴わせるということが担当対策としては重要だと説明しました。理解を伴わせるというのは、例えば、こういった下の説明文を抑えるですね。こういったことから理解を抑えることに、伴わせることにつながってきます。では、効用というのはどういったものかと言いますと、文書のところを見てください。その不動産が有用性を持っており、我々人間の働きかけにより日常生活や経済活動に役立つことです。で最後、役立つということをアンダーラインかなんかでマークを押しておいてください。役立つマークを押してください。役立つマークを押してください。当たり前なんですけど、役立たないものにお金は出さないですよね。役立つからこそ価格がね、形成されます。これ効用、役立つということです。続いて相対的希少性で、文書のところ、我々人間の欲求との関係において存在量が相対的に有限であり、手に入れるためには対価が必要となることになっています。マークしてください。有限というところと対価が必要というところ、マークをしてください。有限、対価が必要、マークをしてください。例えば日本には土地がね、数限りなくあると思うんですけど、例えばブランドショップを出店したい、そういった欲求との関係からすれば、ブランドショップを、出店できる土地というのは限りがありますね。有限です。で、限り、有限であるからこそ手に入れるためには対価が必要となってきます。無限のものにはお金は必要ありませんよね。これ
欲求との関係で、例えばブランドショップを出店したい、そういった欲求との関係からすれば、投資というのは限りがあって、限りがあるからこそ手に入れるためには対価が必要なんだ、これ相対的希少性と言います。続いて有効需要、文章のところを見てください。購入資金を持った買い主が市場に存在することです。任せてください。購入資金を持った買い主、マークをしてください。購入資金を持った買い主、マークをしてください。単なる需要じゃなくて有効需要、つまりお金を持った買い主が市場に存在することです。つまり3社というのは、上から役立つからこそ有限で、手に入るためには対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がいて、お金を出してくれるからこそ不動産の価格は形成されるんだ。それが3社です。役立つからこそ有限で、手に入れるためには対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がお金を出してくれるからこそ不動産の価格は形成されるんだ。それが公用相対的希少性、有効需要ということになってきます。はい、で上の基準戻っていただきまして、最終産業、そしてから見てください。そしてこの不動産の経済価値は、基本的にはこれら3社を動かす自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値、つまり不動産の価格というのは、3社を動かす多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということです。要因サイドからするならば、多面的な要因が3社を通じて不動産の経済価値、価格を決定するんだとの内容ということになってきます。でこの多面的な要因と価格の間には一定の関係が認められまして、4ページ進んでください。はい、不動産の価格の二面性というところを見てください。基準、不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択仕様としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。はい、その図のところを見てください。はい、それから多面的な要因が3社を通じて不動産の経済価値、価格を決定する。多面的な要因の影響下に価格があると同時に、逆に価格がこれ選択指標として要因に影響を与える。要因と価格の間にはお互い影響を与える、こう二面性の関係が認められるんだということになっています。はい、下の文章のところを見てください。例えばという文書のところを見てください。例えば不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ行政的要因です。一般に不動産取引が増加し、不動産の価格は上昇するが、これ要因の影響下に価格があるが、続き不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産取引に関する規制を強化する政策が取られるんだ。逆に価格が要因に対して影響を与えるですね。要因と価格の間のお互い影響を与える二面性の関係が認められるんだとの内容ということになってきます。まずはこの3ページですね、こうマーカーした3社ですね。3社というのは、上から公用相対的希少性、有効需要、多面的な要因がこう3社を通じて不動産の価格を形成します。で3社というのは、ざっくりと役立つからこそ有限で対価が必要で、それに対して購入資金を持った買い主がお金を出してくれたからこそね、価格が形成されるんだ。これが3社ということになってきます。はい、じゃあ続いて5ページ進んでください。ではね、第2節ですね。不動産とその価格の特徴ですね。不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、学んでいきます。まずは不動産の特徴、特性を理解する前提として、横見出し、コメント欄を見てください。横見出し、コメント欄を見てください。不動産の特性を理解するには、不動産を構成する基本的要素である土地の特性を理解する必要があります。先ほど基準冒頭で、不動産というのは通常土地とその定着物を言う。土地というのが不動産を構成する基本的な要素になっていました。なので、不動産の特徴、特性を理解するためには、基本的な要素であります、この土地の特性をまずは理解する必要がありまして、それが、この黒帯タイトル、自然的特性、人文的特性、これ土地の特性ということになってきます。
で、基準の4行目、括弧1というところから見てください。括弧1から見てください。括弧1。自然的特性として、地理的位置の固定性、駆動性、括弧非移動性、永続性、括弧普遍性、不増性、個別性、括弧非移動性、非代替性等をし、固定的であって、高徳的である。括弧2。人文的特性として、用途の多様性、括弧用途の競合、添加部、併存の可能性、併合部分割の可能性、社会的部、経済的位置の可変性等をし、可変的であって、伸縮的であるとなっています。はい、では、マーカーしてください。4行目、括弧1冒頭。自然的特性。1行飛ばして、固定的、硬直的。マークをしてください。自然的特性。で、固定的、硬直的。で、対比的に色を書いていただきまして、括弧2、人文的特性というところと1行分けて、可変的、伸縮的ですね。対比的に色を書いて、マークをしてください。自然的特性、固定的、硬直的。で、対比的に人文的特性、可変的、伸縮的ですね。対比的にマークをするようにしてください。で、まず、今読んだところで、こう、括弧書きのところがいくつかあります。例えば、この個別性、括弧非、動詞で非代替性となってますね。で、鑑定理論においては、これ、括弧書きで重要な概念が示されていることが多々ありますので、なので、これから、基準留意事項を暗記する際には、この括弧書きの部分も省略することなく暗記をしていくようにしてください。鑑定理論においては、括弧書きで重要な事柄が示されていることが多々ありますので、これから基準留意事項を暗記する際には、この括弧書きの部分も省略することなくですね、暗記進めていくようにしてください。で、土地というのは、固定的で硬直的な自然的特性と、可変的で伸縮的な人文的特性ですが、これが相矛盾する大きく2つの特性を土地は有しているんだということになってきます。で、具体的に自然的特性としましては5つ、人文的特性としては3つですね、具体的に挙げられてますので、それぞれ確認していきます。はい、下の説明文を移ってください。まず、自然的特性というのは、タイトル横。土地そのものが有する本来的特性ということになってきます。自然的特性というのは土地そのものが有する本来的特性です。人で例えるならば、生まれ持った遺伝的なものがある意味自然的特性ですね。そういったイメージということになってきます。で、まずは丸一、地理的位置の固定性と不動性、非移動性です。で、地理的の固定性というのは文章のところ。土地の地理的位置は固定しており、そうですね。それぞれの土地、北緯何度、東経何度という形で位置が固定されてますよね。それがまさに地理的位置の固定性です。で、続きの文章。個々の土地を他の場所へ移動することは不可能なんだ。例えば、東京にある土地を九州に持ち帰ることができるかというと、できませんね。だからこそ、不動産というわけですね。それがこの不動性、非移動性ということになってきます。では続いて、丸に、永続性、普遍性です。本文、土地は使用しても消耗し、枯渇することはなく、朽ちることもないんだ、との特性です。対比的に、建物というのは使い続けると経年劣化して減耗して最終的には壊れてしまうんですけど、一方土地というのは、もちろん崖崩れとかそういったイレギュラーなことはあるんですけど、基本的には土地はね、使い続けても消耗し、枯渇し、朽ちで壊れることもないんだとの特性が、これ永続性、普遍性との特性ということになってきます。では6ページ移ってください。丸三、不増性ということで、本文。日本の国土面積は、埋め立て当時で多少の変化は考えられるものの、全体量として大きく増減することはないんだということになってきます。対比的にこういったね、マーカーですね、フリクションマーカーですね。こうやって一般の財というのは、例えばね、価格が上昇した場合には、人気が出てきた場合には、増産体制を整えて、これ、供給を増やすことができますよね。一方、土地というのは、例えば、東京の高級住宅街ですね、田園調布の土地の値段が上がりました。人気が出てきました。じゃあ、田園調布の土地をですね、作ることができるかというと、これ作れないですね。そういった特性のことをですね、不増性と言うんだということになってきます。で、丸四、個別性、非同質性、非代替性です。本文、個々の土地は他の土地と区別されるべき性質を有しており、全く同一の土地というものは二つと存在しないんだとの特性です。先ほど、地理的位置の固定性やりましたね。つまり土地というのは全く同質な代わりになるものはないんだとの特性がこの個別性、非同質性、非代替性ということになってきます。で、この
非代替性というフレーズですね。これちょっと意識しておいてください。あの4章で、総論第4章でこの非代替性というフレーズと関連する議論が出てきますので、この非代替性というフレーズはですね、ちょっと押さえておくようにしてください。続いてしたこの人文的特性です。人文的特性というのはタイトル横、人間と土地との関係から生じる特性です。人が働きかけをすることによって生まれてくる特性が人文的特性、人間で言うならば親の育て方によって変わってくる性格みたいなものが人文的特性ということになってきます。まずは丸1、用途の多様性、用途の競合、天下日平存の可能性です。文章のところ、ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と天下農地から宅地と日平存、店舗付きマンション等シールとなっています。やはりこういったね、一般の際、例えばフリクションマーカーならば、今日ってこれ一物一用途ですね。これマーカーするっていう用途ぐらいしか考えられないんですけど、一方土地というのは人が働きかけをすることによって、例えば同じ土地なのに商業地として使う人もいれば、住宅地として使う人もいる。競合することもあれば、例えばもともと農地だったところを人が働きかけをすることによって宅地に転換することもできれば、例えば一つの土地にコンビニ付きマンションみたいな形で用途を併存することもできるですね。人が働きかけをすることによって様々な使い方、用途が考えられるんだとの特性が用途の多様性ということになってきます。で、丸に、併合日分割の可能性です。文章のところ、土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割しているということになっていきます。つまり、この間まで隣り合っていた2つの土地をですね、一つにまとめて使い勝手がいいようにですね、併合したり、この間までだだ広い土地だったら使い勝手が悪かったので、例えば6区画とかに分割して売っていくような、ね、分割をしていくって形ですね。土地は人が働きかけをすることによって、併合したり分割したりすることができるんだとの特性が併合分割の可能性ということになってきます。それで丸3、社会的及び経済的位置の可変性です。文章のところ、土地は周辺の環境条件の変化に伴ってその最適な用途が変化するなど、社会的経済的な位置づけは変わり得るんだということで、これは横見出しコメント欄の具体例が分かりやすいと思いますので、横見出しコメント欄具体例見てください。3行目から、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことに駅前商店街が衰退することが具体例です。つまりもともと駅前商店街が地域の中心で価格水準も高い水準だったのに、人が働きかけをすることによって郊外に大型ショッピングセンターを開店したことによって駅前商店街が衰退する、つまり地域の中心ではなくなって価格水準も下落するんだということです。人が働きかけ、郊外に大型ショッピングセンターを開店することによって土地というのは社会的経済的位置はね、変わってくるんだとの特性が社会的経済的位置の可変性ということになってきます。で、これらの特性というのはなんか覚えるというよりも、それの特性をね、ああなるほど、こういった特性があるんだなって形でまずイメージできればまずは十分です。覚えるというよりもそれの特性ね、ああこういった特性なんだなって形でイメージできれば十分ということになってきます。で、5ページ戻っていただきまして、続きの文章ですね。で、基準最終4行を見てください。基準最終4行を見てください。不動産はこの土地の持つ所得性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を予見として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴ってその利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化するとなっています。マーカーした通り、今まで自然的、人文的、特性というものを学んできたんですけど、今読んだ4行の中で、自然的、人文的、条件というですね、表現が出てきています。横見出し、言葉の意味のところを見てください。横見出し、言葉の意味見てください。条件とは、土地の特性が不動産に作用して、個別具体的に表現された状態を意味しているんだということです。特性というのが抽象論で、それがね、個別の不動産にね、具体的に現れたものが条件ということになっていきます。踏まえてもう一度文章を見ていきますと、不動産は土地が持つ自然的人文的特性に対応する特定の、つまり具体的な自然的人文的条件を予見、これ前提ということです。前提として利用され、その社会的経済的な有用性を発揮する。要はこれ、価格が形成されるんだということです。
不動産は土地が持つ抽象的な自然的人文的特性が生を対応するね、対応した特定の具体的な自然的人文的条件を要件前提として利用されることによって社会的経済的な有用性を発揮する、経済価値が認める価格が形成されるんだとの内容ということになってきます。でそして前提とする諸条件が変化すれば利用形態だったり社会的経済的な有用性ですね、経済価値価格も変化するんだとの内容ということになってきます。まずは不動産の特徴特性を理解する前提として基本的な構成をされますね、土地の特性ですね。ざっくりと固定的で硬直的な自然的特性と可変的で伸縮的な人文的特性ですね。そういった特性を土地は有するんだってことで、まずはしっかりと押さえておくようにしてください。で、一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方を終了いたします。はい、で第3ユニット講義を始めていきます。テキスト5ページ開いてください。テキスト5ページ開いてください。はい、今第2節ですね。不動産とその価格の特徴を学んでいます。まずは不動産の特徴を理解する前提として基本的な構成をされますよね、土地の特性で自然的人文的特性で一通り確認しますので、続いて不動産の特徴特性としましては、じゃあ6ページ下移ってください。6ページ下移ってください。はい、不動産の地域性ですね、学んでいきます。不動産の地域性というところを見てください。基準、不動産はまたその自然的条件や人文的条件の全部また一部を共通にすることによって他の不動産ともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、及びその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的経済的な有用性を発揮するまで不動産の地域性との特性です。7ページ、読み出し上のコメント欄です。7ページ、読み出し上のコメント欄見てください。不動産は他の不動産と無関係に独立で存在するというものではないんだということです。不動産が一匹狼的に価格が形成されるのではなくて、横の図のところを見てください。不動産というのは、似たような扱われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成して、でまずその地域との間に依存補完ですね。時には助けてもらい、時にはサポートし、さらにその地域内の他の不動産との間の共同代替競争等の関係ですね、時には協力し合い、時にはライバル関係に立って、こういった関係を通じて地域との関わり合いの中で不動産の価格というのは形成されるんだとの特性が不動産の地域性との特性です。不動産は一匹狼的に価格が形成されるんじゃなくて、似たような使われ方をしている不動産投資が集まって一定の地域を構成して、その地域との間に時には助けてもらい、時にはサポートしてね、依存補完との関係、さらにはその地域内の他の不動産との間の共同代替競争との関係ですね、時には協力し合い、時にはライバル関係に立って、こういった関係を通じて地域との関わり合いの中で不動産の価格は形成されるんだとの特性が不動産の地域性ということになってきます。要は不動産の地域性というのは簡潔に言うならば、じゃあちょっとメモ書きしていきますので、では6ページ、この黒帯タイトル不動産の地域性、すぐ下こう1行ほどスペースがありますね。ここに不動産の地域性簡潔に、ね、説明していきます。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性、地域の特性、地域の特性の影響を受けて、の影響を受けて、受けて価格が決まるとの特性です。価格が決まる、不動産の地域性の関係というならば、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるとの特性ということになっていきます。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだとの特性が不動産の地域性という特性です。
不動産の地域性というのは、簡潔になれば不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだとの特性ということになってきます。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるとの特性が不動産の地域性です。では、不動産の価格に影響を与える地域の特性ですね、どういったものが認められるのかと言いますと、7ページで取ってください。はい、地域の特性というところを見てください。基準、このような地域にはその規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様に特定の自然的条件や人文的条件との関係を前提する利用のあり方の同一性を基準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有するとともに、他の地域との間に相互関係に立ち、この相互関係を通じてその社会的及び経済的な位置を占めるものである地域の特性ということになってきます。冒頭から、不動産が他の不動産ともに構成する地域には、その規模、規模の大小ですね、構成の内容、例えば店舗事務所メインなのか、戸建て住宅マンションメインなのかですね、構成の内容、すなわち機能ですね、ベッドタウンとその機能だったり首都機能ですね、等々に従って各種のものが認められるが、そのいずれもがこれ不動産の集合体という意味で捉えるならばですね、個別の不動産に個性があるのと同様に、利用のあり方の同一性、つまり同じような使われ方をしている不動産の集合体という形で地域を捉えるならば、他の地域と区別されるべき特性というのが認められて、その特性の違いですね、他の地域との相互関係、その特性の違い、相互関係を通じて、それぞれの地域の社会的、経済的位置が変わってくるんだ、地域の価格水準の優劣が決まってくるんだ、との特性が地域の特性です。不動産が構成する地域には、規模の大小、構成の内容、店舗事務所メインなのか、戸建て住宅マンションメインなのか、で機能ですね、ベッドタウンとその機能を立てる首都機能等と各種のものが認められて、個別の不動産に個性があるように、利用のあり方の同一性ですね、同じような扱われ方をしている不動産の集合体という形で地域を捉えるならば、他の地域と区別されるべき特性というのが認められて、そのね、特性の違い、相互関係を通じて、それぞれの地域の社会的、経済的に位置が変わってくるんだ、地域の価格水準の優劣が決まってくるんだ、との特性ということになってきます。8ページ、上図のところを見てください。8ページの上の図のところを見てください。では左から。では、駅前の店舗が立ち並ぶ A 地域。で、郊外の戸建住宅が立ち並ぶ B 地域。で、駅前の事務所ビルが立ち並ぶ C 地域ですね。それぞれ地域の特性違ってますよね。で、この地域の特性を比較すれば、一般的には駅前の店舗が立ち並ぶ A 地域だったり、事務所ビルが立ち並ぶ C 地域よりも、郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ B 地域の方が、価格水準が低くなる傾向があるんだということです。それぞれ他の地域と異なる特性というのが認められて、そのね、特性の違いを比較すれば、それぞれの地域の価格水準の違いを把握することができるんだ、そのね、内容が地域の特性ということになっていきます。で、この地域ですね、様々な観点から地域というのを捉えることができまして、じゃあ7ページ戻っていただきまして、はい、下の説明文のところを見てください。7ページ下説明文のところを見てください。じゃあ本文2行目、2行真ん中から見てください。自然的条件を共通にして構成される、武蔵野台地、最上川流域等といった地域や、行政により区画される東京都、8ページ。大阪府等の地域が考えられる。また、日常生活品の小売店舗を中心として構成される、〇〇駅前商店街といった地域等も考えられる。このように、地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって、地域には種々のものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているんだということになっていきます。はい、最終2行ほどマークをしてください。一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているというところをマークをしてください。一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているですね。まあ、こうしてください。
どういったことかというと、じゃあね、今これ収録してるのは東京23区の中野区のエンドレック本社ビルなんですけど、じゃあこのレック本社ビルが存する土地ですね、この土地ですね、どういった地域に属しているかというと、自然的条件という観点がするならば、レック本社ビルが存する土地はですね、これ、関東平野ですね、まあ、関東平野に属しています。レック本社ビルが存する土地はですね、関東平野に属しています。続いてですね、そうですね、じゃあ行政区画という観点から捉えていくと、このレック本社ビルはどういった、ね、地域に存しているかというとですね、東京23区、中野区内に存しています。続いて交通体系という観点からすると、東京はですね、こう東西に、ね、中央線とかが走ってまして、この中野区って、ね、中央線沿線沿いなんですよね。なんでこのレック本社ビルが存する土地はですね、こう中央線沿線沿いに存しています。異なる観点から地域にこう重なって属しているのがね、通常なんだとの内容ということになってきます。なので6ページもう一度、不動産っていうのはさまざま考えられる地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだとの特性が不動産の地域性、まあ地域の特性ということですよね。で、こういった特徴特性というのは、まあ、そういった特徴特性があるんですね。で、終わりじゃなくて、じゃあそういった特性特徴を踏まえて、鑑定評価においては、どういった点に注意する必要があるのか、こう結論につなげていく必要があります。で、皆さん鑑定士で不動産の特徴としまして、不動産は様々考えられる地域の特性の影響を受けて、価格が決まってくるんだ。こういった特徴があるならば、皆さん鑑定士ならば、適正な価格を求めるためには、鑑定評価においては、どういった作業が必要になってくると思いますかね。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まっていきます。こういう特性があるならば、皆さん鑑定士ならば、適正な価格を求めるためには、評価の立ては、どういった作業が必要になってくると思いますかね。どうでしょうか。それは、対象となる不動産がどういった地域に存していて、その地域はどういった特性を有していて、その地域の特性は不動産にどういった影響を与えているのか、分析する必要があります。これ、地域分析と言います。6章で、地域分析というのを学びます。その理論的根拠が、この不動産の地域性です。今の地域分析とか覚える必要ありません。で、6章地域分析学んだときに、必ず理論的根拠としてこの不動産の地域性に戻ってきますね。戻ってきたときに、あ、確かに1回目の講義でそういった特徴特性学んだなってことを思い出せれば、理解としては十分です。戻ってきたときに思い出せるようにしとくというのが、ね、第1章の復習のこう到達点ということになってきます。はい、じゃあ続いて8ページ進んでください。今度はね、不動産の価格の特徴について学んでいきます。全部で4つ出てきます。今度は不動産の価格の特徴4つ学んでいきます。で、まず1番目の価格の特徴ですね。8ページ一番下、カッコ1ってところを見てください。価格の特徴の1番ですね、確認していきます。カッコ1見てください。不動産の経済価値は一般に、交換の対価である価格として表示されるとともに、その要益の対価である賃料として表示されるとなっています。不動産の経済価値は一般に、交換、要はこれ、売買、要は手に入れることの対価であります。価格として表示されるとともに、その要益、これ、使用収益の略です。要は借りることの対価であります賃料としても表示されるんだとの内容です。不動産の経済価値は交換、要は売買、手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、要益、使用収益、要は借りることの対価である賃料としても表示されるんだということになっていきます。で、この価格と賃料との間には、ね、根本的な違いがありまして、9ページ上、説明文見てください。9ページ上の説明文のところを見てください。まずは価格というのは本文。不動産の価格は不動産が存続する全期間にあたって不動産を使用収益することができることを基礎と称ずる経済価値改定額で表示したものとなっています。1行目、全期間というところをマークをしてください。全期間マークをしてください。不動産の価格は交換、売買、手に入れることが、手に入れたならば一生自分のものとして使い続けることができますよね。つまり不動産の価格というのは不動産が存続する全期間に対応した価値概念なんだということになってきます。じゃあ一方、賃料はと言いますと、下説明文を移ってください。
不動産の賃料は上記全期間のうち一部の期間において賃貸借契約とに基づき不動産使用収益することができることを基礎として応じる経済課徴課税額で表示したものを主体とするものであるとなっています。1行目一部の期間というところをマークをしてください。一部の期間マークをしてください。一部の期間マークをしてください。賃料というのは不動産が存続する全期間のうち一部の期間に対応した価値概念。例えば皆さんアパートとかマンション借りて月額の賃料を払ってると思います。それはね、1ヶ月間借りることの対価として月額賃料を払ってるわけで、つまり賃料というのは月額賃料ならば1ヶ月で、ね、そういったね一部の期間に対応した価値概念なんだということになっていきます。この前提とする期間概念が全期間なのかそのうちの一部の期間なのか、異なる点が価格と賃料の根本的な違いです。なので読み出しのところにこれ重要な違いですのでメモ書きしておきましょう。価格と賃料は期間概念が異なるというのが根本的な違いです。両者の違いですね。メモ書きしておいてください。価格と賃料の根本的な違いは、価格が存続する全期間、賃料がそのうちの一の期間、前提とする期間概念が異なるというのが、こう価格賃料との根本的、この違いが様々な議論で理論的根拠となってきますので、これは重要です。価格と賃料との根本的な違いは何ですかって聞かれた場合には、もうすぐにこれ、期間概念が全期間、そのうちの一部の期間で異なるんだってことですね。これはしっかりと理解しておいてください。これ、様々な議論で理論的根拠となってきます。しっかりと。価格と賃料の違いですね。全期間、そのうちの一部の期間、期間概念が異なるんだということにしっかりと理解をしておいてください。で、この価格と賃料との間には一定の関係が認められます。8ページまた基準戻ってください。8ページ下、括弧1基準戻ってください。逃げませんか？そしてから。そしてこの価格と賃料との間にはいわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができるとなっています。はい、マークをしてください。下から2行目元本と果実との最終行相関関係マークをしてください。元本と果実との相関関係マークをしてください。価格と賃料との間には、元本と、利子みたいなのね、元本と利子との間、元本と果実との間の相関関係を認めることができるんだということです。具体的には、9ページ。真ん中上の図のところを見てください。要は、上、前期間に対応した元本である価格が上昇したならば、そのうちの一部の期間に対応した果実であります賃料も上昇するでしょうということです。逆に一部の期間に対応した果実であります賃料が下落したならば、その大元であります全期間に対応した元本である価格も下落するでしょう。一方が増えれば他方も増える、もしくは一方が減れば他方も減る、そういった関係が元本と果実との相関関係です。なので分かりやすく8ページこのマーカーした相関関係の前に挿入で繊維のって言葉を入れておいてください。一方が増えれば他方も増えるって関係ですので、価格と賃料との間には、元本と果実のこれ正の相関関係が認められる。正のって言葉入れといてください。価格と賃料との間には、一方が増えれば他方も増える。そういったね、元本と果実の正の相関関係が認められます。じゃあそういった特徴があるんだで終わりじゃなくて、ここからね、結論につなげていく必要があります。なので、鑑定評価の立っては、価格と賃料との間には、ね、元本価値の正の相関関係があるので、この相関関係を使えば、賃料から価格を求めたり、価格は賃料を求めるってことができるんじゃないかって結論につながっていきます。それが9ページ、真ん中図のところを見てください。価格と賃料との間には、元本と価値の正の相関関係が認められるので、なので、果実であります賃料をしっかりと把握すれば、この相関関係を使って元本である価格を求めることができるんじゃないか。逆に元本である価格をしっかりと把握すれば、この相関関係を使って
果実であります賃料を求めることができるんじゃないか、元本果実の相関関係に着目して賃料から価格を求めたり価格から賃料を求める手法というものがあります。総論第7章で価格賃料を求めるやり方、手法というのを学びます。具体的にはこれ収益還元法、積算法、利回り法というものが出てくるんですけど、この理論的根拠になるのがこの元本果実のね相関関係ということになってきます。具体的な手法の名称とかね今全然いいので、とにかくこの具体的な手法7章で学んだ時に必ずこのね1章ですね、価格の特徴の1番、元本果実の相関関係に着目して賃料から価格だったり価格を賃料を求めるですね手法というのもありますので、で必ずこの1章に戻ってきます。戻ってきた時に、確か1回目の講義でなんか元本果実の相関関係に着目して賃料から価格を求めたり価格は賃料を求める手法というのがあるんだなってこと、なんかやったなってことを思い出せるようにしておけば1回目の復習としては十分ということになってきます。はい、で続いて価格の特徴の2番目ですね、10ページ進んでください。はい、価格の特徴の2番確認していきます。括弧に基準のところを見てください。不動産の価格また賃料はその不動産に関する所有権賃借権との権利の対価または経済的利益の対価であり、また2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合にはそれぞれの権利利益についての価格また賃料が形成されうると載っています。マーカーしてください。最終ですね、うるというところですね、最後うるというところをマークをしてください。4行目最後うるというところをマークをしてください。うるですね、マークをしてください。冒頭から不動産の価格賃料というのは権利利益の対価なんだってことです。不動産の価格賃料というのは権利利益の対価なんだということです。権利というのは法的な裏付けがあるもので、利益というのは権利までは高められていないが、取引価値のあるものです。ただ何が権利で何が利益なんてものはね区別は聞かれませんので、要は不動産の価格賃料というのは権利利益の対価なんだということです。で重要なのは後半で、同一不動産上に2つ以上の権利利益が存する場合があって、その場合にはそれぞれについて価格が形成されることがありますよとの特徴がこの形成される、逆に言えば必ず形成されるわけではないんだとの意味合いを示しているのがこの売るという表現です。同一不動産上に2つ以上の権利利益損する場合があって、それぞれについて価格が形成されることがありますよ、逆に言うと必ず形成されるわけではないんだとの特徴が価格の特徴の2番ですね、この形成され売るという表現です。例えば私が土地を持っていてこの土地を第三者に貸した場合は、同一土地上に私の所有権と第三者の借りてる権ですね、2つの権利が損する場合があって、それぞれについて価格が形成されることがありますよ、形成されるとの特徴が価格の特徴の2番ということになっていきます。ではそういった特徴特性を踏まえて、じゃあ皆さん評価に立ってどういった点に注意する必要があるのかっていう、ね、結論の方につなげていきます。不動産の価格賃料というのは権利利益の対価で、同一不動産上に2つ以上の権利益損する場合にそれについて価格が形成されることがあるんですよとの特徴です。であるならば、皆さん鑑定士ならば評価の立っては対象となる不動産にどういった権利利益が損していて、で2つ以上の権利利益が損する場合にはどちらが評価対象となる権利利益なのか、これ確認する必要があります。これ総論第8章鑑定評価の手順というものを学ぶんですけど、その一つとして対象不動産の確認という作業が出てきます。その理論的根拠がこの価格の特徴の2番ということになってきます。価格賃料というのは権利利益の対価、同一不動産上に2つ以上の権利益損する場合にそれぞれ価格が形成されることがあるので、故に今日からたっては対象となる不動産にどういった権利利益が損していて、2つ以上の権利利益損している場合にはどちらが評価対象となる権利利益なのか確認する必要がある、これ対象不動産の確認という作業です。8章の鑑定評価の手順のところに出てきます。でその理論的根拠になるのがこの価格の特徴の2番ということになってきます。では続いて価格の特徴の3番です。下括弧3を写ってください。価格の特徴の3番確認していきます。で基準、不動産の属する地域は固定的なものでなくて常に拡大縮小集中拡散発展衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものであっても時の経過を伴ってこれを持続できるかどうか、
これらは常に検討されなければならない。従って不動産の角又賃料は通常過去と将来とにわたる長期的な考慮のもとに形成する。今日の角又賃料は昨日の展開である明日を反映するものだって常に変化の過程にあるものであるとなっています。最終行マークをしてください。常に変化の過程になるマークをしてください。最終行常に変化の過程になるマークをしてください。先ほど不動産の特徴として不動産の地域性もらいましたね。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだ。じゃあその地域というのは固定的なものかというとそうではなくて常に拡大縮小中中拡散発展していた変化の過程になります。であるならばそういった変化の過程になる地域の特性の影響を受けて不動産の価格も最終号常に変化の過程であるんだとの特徴が価格の特徴の3番ということです。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まっています。不動産の地域性です。で地域は固定的なものかそうじゃなくて常に変化の過程あります。その変化の過程を受けて不動産の価格も常に変化の過程にあるんだとの特徴が価格の特徴の3番です。では結論です。では評価にあたっては皆さん鑑定士ならばどういった点に注意する必要があるか、これね、さまざまな事柄について動態的に把握する必要があるんだって結論につながってきます。不動産の価格というのは常に変化の過程なので評価にあたってはさまざまな事柄について動態的に把握していく必要があるんだとの結論につながっていきます。なので担当の問題でなんか言葉の表現として、なんか現状のみで言うとか、将来考慮する必要がないとか、そういったニュアンスの足が出てきた場合には、それ誤りの可能性が高いということです。価格の特徴の3番というのは、変化する地域の影響を受けて、不動産の価格も常に変化の過程になるので、評価のたっては様々なことについて、動態的に把握すべきって結論につながってきます。なので、担当の問題で、なんか現状のみでいいとか、将来考慮する必要がないとか、そういったニュアンスの足が出てきた場合には、それ誤りの可能性が高いということになってきます。で、今までの価格の特徴1、2、3番目は、抽象的な価格についての特徴だったんですけど、最後4番目の価格の特徴は、現実の価格の特徴が4番目示されています。はい。11ページ、価格の特徴4番、括弧4というところを見てください。基準、不動産の現実の取引価格等は取引等の必要によって個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものであって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については、専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものであるとなっています。これ、現実の取引価格等々についての特徴が価格の4番です。不動産の現実の取引価格等々というのは、個別的な事情のもと、個別的に形成されるのが通常なんだということです。これ市場で実際に成立しているので、例えば相続税払わなければならないので、売り急いで割安で売ってしまったり、もしくはどうしても駅前の土地が必要なので、買い進んで割高で買ってしまったりとか、様々な事情のもと、個別的に割高割安で形成されることが多々あるんだ。つまり、価格の特徴の4番、一言で言うならば、はい、説明文の4行目、見てください、4行目。必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないですね。そこをマークをしてください。価格の特徴の4番、一言で言うならば、説明文4行目。必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない。そういった特徴ということになってきます。現実の取引価格等々、市場で実際に整理している価格ですので、様々な事情のもと個別的に形成されます。つまりどうしてもね相続で払わなきゃならないので売り急いで割安で売ってしまったり駅前の土地がどうしても必要なので買い進んで割高で買ってしまったりですね割高割安で形成されていることが多々あるんだつまり必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないのが現実の価格の特徴なんだということになっていきます。で、この価格の特徴4番はもう基準で結論まで示してくれています。ここはねもう結論までそういった必ずしも適正な価格を表しているとは限らないですね。現実の取引価格等々から、誰しもが納得する適正な価格を一般の人が求めることができるかって、それは困難なんだ。なので、誰しもが納得する適正な価格については、プールであります、専門家であります、不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となってくるんだ。これ結論まで示してくれています。これ、鑑定評価の必要性が結論として示されています。
必ずしも適正な価格を表しているとは限らない現実の取り価格等々から誰しもが納得する適正な価格を一般の人が見出すことができるか、それは難しいんだ。だからこそ誰しもが納得する適正な価格については専門家プールであります鑑定士の鑑定評価活動が必要となってくるんだ。しっかりと結論まで価格の特徴の4番は示してあります。ちなみに令和4年度の論文本試験で鑑定評価の必要性について述べなさい、そういった問題が出されたんですね。じゃあ何を書けばよかったかというと、ズバリこの価格の特徴の4番を回答用紙に記述すれば、答えとしては十分だったんだということになっていきます。これ鑑定評価の必要性が価格の特徴の4番で示されていたんだということになっていきます。以上は価格の特徴4つで、これいずれも重要です。価格の特徴の4つはですね、いずれも重要で、必ず具体的な概念を学んだ時に戻ってきますね。戻ってきた時に、ああ確かにそういった特徴やったなと思い出せるようにしておくのがポイントということになってきます。はい、じゃあ以上をもちまして第3ユニット講義の方を終了いたします。はい、で最後第4ユニット講義を始めていきます。テキスト12ページ開いてください。テキスト12ページ開いてください。はい、12ページでは第3節ですね、工藤さんの鑑定評価ですね、さまざまな観点からの鑑定評価意義について学んでいきます。でこの12ページ基準の中でさまざまな観点からの鑑定評価意義が示されてます。でそれをね取り出したものが13ページこの上のね1から5の鑑定評価の意義ということになっていきます。5はですね総論第4章出てくるんですけど、ここでまとめてね確認していきます。これさまざまな観点からの鑑定評価の意義が5つですね示されています。でまずね1はどういった観点からの鑑定が意義が示されているかというと、1これ形式論です。形式でこれ形式論という観点からの鑑定の意義が1の意義ということになってきます。1は形式論です。形式という観点からの鑑定の意義が1の意義ということになっていきます。1形式論という観点からの意義ということになってきます。で1見てください。1不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣価格をもって表示することであるとなっています。形式論としての鑑定評価の意義です。対象である不動産、略して対象不動産と言います。鑑定評価というのは対象不動産の経済価値を判定し、いくらいくらという金額、家計額をもって表示する行為なんだということになってきます。なので鑑定士の業務としてコンサルティング業務というのがあります。不動産の有効活用をアドバイスする業務です。ただこのコンサルティング業務というのは有効活用をアドバイスしているだけであって、なんか1億円とかそういったね金額を表示する行為ではないですよね。なのでコンサルティング業務というのはこの鑑定評価業務には含まれないんだということ。あくまで鑑定評価業務というのは対象動作の経済価値を安定し、いくらいくらという金額をもって表示することが鑑定評価なんだ。こう形式論としての鑑定評価の意義が1ということになってきます。で丸二はこれ役割という観点からの鑑定評価の意義が2の意義です。2はね役割という観点からの鑑定評価の意義が示されています。2の意義はね役割という観点からの鑑定評価の意義ということになってきます。じゃあ2見てください。2不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格秩序の中で、その不動産の価格及び賃料がどのようなところに位するかを指摘することであるとなっています。これ役割という観点からの鑑定が意義です。世の中にはですね、例えばお米1俵いくらとか、車1台いくらとか、そういったね、価格秩序があります。その価格秩序の中での不動産の価格賃料の位置づけを指摘する役割を持っているのが鑑定評価なんだということです。社会には世の中にはお米1俵いくらとか車1台いくらとか、ね、そういった、ね、価格秩序がありまして、その中での価格賃料の適正な位置づけを指摘する、そういった役割を持っているのが鑑定評価の意義、役割なんだということになってきます。この役割という観点からの鑑定評価の意義と関連してですね、下。鑑定評価の社会的公共的意義というところを見てください。基準。それはまた、まあ、これ鑑定評価はまた、この社会における一連の価格秩序の中で、対象不動産の価格の占める適正なありどころを指摘することであるから、その社会的公共的意義は極めて大きいと言わなければならないとなっています。これ丸に役割という観点から意義をね、読み替えた、言い換えた表現が示されています。鑑定評価というのは価格秩序の中での対象不動産の価格の占める適正なありどころ位置づけを指摘する、そういった役割を持っています。例えば
新築マンションの値段はサラリーマンの年収の何倍ぐらいの金額です、こういった位置づけを示すわけですね。こういった位置づけを示すそういった役割を持っている鑑定家というのはやっぱりこれサラリーマンの幸福だったり社会の成長発展とかにこれ影響を与えるわけですね。なので価格秩序の中での不動産の価格の適正な位置づけを指摘するそういった役割を持っている鑑定家というのは個人の幸福だったり社会の成長発展にも影響を与えることになってきますので、なので鑑定評価というのは社会的公共的にはですね極めて大きいですね、そういった行為なんだとの内容がこの基準の産業が意味する内容ということになってきます。でまた上戻っていただきまして、続いて丸三ですね。丸三はどういった観点からの鑑定評価がいいかというと、これ市場代行機能という観点からの鑑定評価がいいです。丸さんはこれ市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義です。市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義は丸さんということになっていきます。どういったことかというと、鑑定評価というのはなんか理想的な価格を求めるのが鑑定評価ではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価です。鑑定評価というのは理想的な価格を求めるとかそういったものじゃなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価、市場代行機能を有しているんだということです。そういった観点からの鑑定評価の意義が丸三の意義ということになっていきます。で丸三の意義、これピンクでマーカーしてあります。今後担当対策としても重要な表現については今後ピンクでマーカーして、これね担当対策としてもまずは優先的に暗記をしてほしいですね。そういった重要なフレーズについてはこの後でピンクでマーカーしていきます。一種はこの一箇所だけです。頑張ってね、こう優先的に暗記進めるように、これ担当対策としても重要です。一種はこの一箇所だけですので頑張ってね暗記これ進めるように、まずはね優先的に暗記をしてほしい、こう担当対策としても重要です。ピンクで今後マーカーしていきます。一章です。この一箇所だけです。100回ぐらいブツブツ言っていただければ暗記できると思いますので、頑張ってこれ担当対策としても重要ですので、まず暗記してほしいのが、ね、ピンクでマーカーしたところということになっていきます。これ担当対策とも重要な優先的に暗記をすべきですね。重要なフレーズ、ピンクでマーカーしていきます。3行ほどのね、市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義ということになっていきます。で、丸三見ていく、丸三。不動産の鑑定評価とは、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるだろう市場価値を表する適正な価格を、不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものであるとなっています。鑑定評価というのは、理想的な条件を前提するんじゃなくて、現実の社会経済情勢の下で、合理的な市場で形成される、誰しもが納得する適正な価格を市場に成り代わって鑑定士が把握する作業なんだとの意義です。鑑定評価というのは、理想的な条件を前提にするんじゃなくて、現実の社会経済情勢を前提に、合理的な市場で形成される、誰しもが納得する適正な価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価なんだ、との内容が、丸三、市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義ということになってきます。続いて丸四、丸四はどういった観点からいいかというと、これ主体ですね、行為主体、主体という観点からの意義が丸四ということになってきます。マリオンは行為主体ですね、主体という観点からの鑑定評価の意義が丸四ということになってきます。マリオンは主体という観点からの鑑定の意義です。マリオン見てください。不動産の鑑定評価とは、不動産の価格に関する専門家の判断であり意見であるとなっています。鑑定評価というのは専門家であります不動産鑑定士の判断意見なんだということになってきます。なので、これ、同一の不動産について、同一の依頼目的条件で、別々の鑑定士に鑑定を依頼して、結論の鑑定評価が異なったとしても、異なること自体は全く問題ないんだということです。鑑定評価というのは、専門家、鑑定士の判断意見を表明する。判断を介在して構いませんので、なので、同一の不動産について、同一の依頼目的条件で、別々の鑑定士に評価を依頼して、で、異なる鑑定評価額がね、求められたとしても、そのこと自体ね、異なる金額となったこと自体は、問題ないんだということになってきます。これ、判断、入れてはならないとするならば、これコンピューターに数字を入れればもう鑑定評価ができちゃうわけですね。ある意味これ鑑定士の存在意義を表しているのか、この主体という観点からの鑑定評価の意義ということになってきます。間違いなし簡単で、鑑定評価は客観的でなければならないので、不動産鑑定士は判断を介在させてはならないとか、それは誤りです。判断意見を表明するものが鑑定評価なんだということになってきます。
で、丸五。丸五はどういった観点からの鑑定評価かというとね、この仮定ですね。価格形成仮定。仮定という観点からの出来が丸五ということになっていきます。丸五はね、仮定。価格形成仮定。仮定という観点からの出来が丸五ということになってきます。で、丸五見てください。不動産の鑑定評価は、その対象、その不動産の価格の形成仮定を追求し、分析することを本質とするものであるとなっています。丸三で鑑定評価の市場代行機能にする、市場での価格形成過程に成り代わって評価していくのが鑑定評価なんだ。だからこそ評価に立ってはその市場での価格形成過程を追求分析することが必要なんだとの意義が、これ過程という観点からの鑑定評価の意義ということになってきます。以上、様々な観点からの鑑定評価の意義5つです。特に、この市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義丸3ですね。これピンクでマーカーしてあります。担当対策とその重要。まずは優先的に暗記をしてほしいところね、ピンクで今後マーカーしていきますので、しっかりと復習の際にはね、こう頑張ってね、暗記進めていくようにしてください。はい、じゃあ14ページ進んでください。はい、最後の節点、第4節、不動産鑑定士の責務、責任義務、責務を学んでいきます。責務は3つのブロックから成り立つ、責務は3つのブロックから成り立つ、まあね、ブロック分けしていきます。まずは、第1段落、初めの4行ですね。4行目最後、斜線かなんか切ってください。ここまでが第1ブロックです。初めの4行が第1ブロックということになっていきます。続いて5行目からずっと下を映っていきます。で、カッコ1ってありますね。その2行ほど上、さらにって表現があると思う。さらにの前で斜線を切ってください。カッコ1の上2行、さらにって表現があると思うんです。その前で斜線を切ってください。5行目からさらにの前までが第2ブロックです。5行目からさらにの前までが第2ブロックということになります。で、さらに以降が第3ブロックですね。3つのブロックに分かれていきます。ではそれでどういった観点からの責務が示されているのかブロックごとに確認していきまして、第1ブロック見てください。1行目から見てください。土地は土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用日取引が行われるべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士はこのような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならないとなっています。はい、じゃあね、1行目マークをしてください。土地基本法をマークをしてください。第1ブロックはどういった観点から責務が示されているかというと、土地基本法からの要請責務が第1ブロックです。土地基本法、法律名マークをしてください。土地基本法マークをしてください。土地基本法、これ行政法規で学ぶ法律です。中身はしっかりそちらで確認してほしいんですけど、これバブルの頃にできた法律で、例えば2行目ですね、特に投機取引、投機的取引の対象されてはならない、こういった基本理念が示されています。なので鑑定士も評価に当たってはそれは基本理念を踏まえて評価を行う必要があるんだとの責務が第1ブロックです。土地基本法においては、例えば特に投機的取引の対象されてはならない、こういった基本理念が示されてますので、鑑定士も評価に当たってはそれは基本理念を踏まえて評価を行う必要があるんだとの責務が第1ブロック、これ土地基本法からの要請ということになってきます。で、第2ブロック5行目から一気にさらにの前まで一気に読んでいきます。不動産鑑定士は不動産の鑑定評価を担当するものとして十分に能力のある専門家としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ付与されるものである。したがって不動産鑑定士は不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない。そのためにはまず不動産鑑定士は同法に規定されている通り良心に従い誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならないともに、正当な理由がなくてその職務上を取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないことは言うまでもなく、ここまでが第2ブロックです。ではどういった観点から責務を要請かというと、ではね、6行目法律名マークをしてください。不動産の鑑定評価に関する法律マークをしてください。第2ブロックは不動産の鑑定評価に関する法律からの要請責務が示されています。6行目不動産の鑑定評価に関する法律マークをしてください。やはりこちらの法律も行政法規で学ぶ法律ですので、中身はそちらで確認してもらいたいんですけど、
この不動産の鑑定評価に関する法律で専門家としての地位がこれ認められているわけね。不動産鑑定士はこの不動産の鑑定評価に関する法律で専門家としての地位が認められている。である以上ね、地位に見合った責務を負うでしょうってことです。例えば誠実な鑑定評価の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない、そういった責務を負っているんだということになってきます。で、第2ブロックで試験対策上重要なのが守秘義務です。鑑定士も守秘義務が課せられています。で、守秘義務について示されているのがさらに上2行ですね。正当な理由がところからもう一度見てください。正当な理由から見てください。正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないとのね、守秘義務を負っています。で、マーカーしてください。正当な理由がなくてところマークをしてください。正当な理由がなくてマークをしてください。これ鑑定士に課せられている守秘義務ということになっていきます。正当な理由がなくてマークをしてください。正当な理由がなくて知り得たことを手に漏らしてはならないんだと守秘義務です。なので依頼者からの要請であったとしても正当な理由がなければ、ね、知り得たことを示してはならないことになってきますし、ただ逆に正当な理由があればいいので担当の問題でいかなる事柄についても、ね、いかなる場合においても知り得たことを示してはならないというのはそれは誤りということになってきます。正当な理由があれば示してよいということになってきます。この鑑定士に課されている守秘義務はこの行政法規で不動産の鑑定評価に関する法律を学ぶときにこの同じく内容出てきます。鑑定守秘義務ですね、これ出てきますので、その出てきたときに、ああ確かに鑑定理論においても責務のところで鑑定士の守秘義務を、ね、学んだなって形でこう関連付けられるようにしておいてください。ではさらに以降ですね、第3ブロック、こちらは今学んでいるこれ基準からの要請がさらにこう第3ブロック、守るべき5つの事項、遵守事項が5つ示されています。こちらにさらに以降は基準からの要請ということになっていきます。はい、じゃあさらにから見てください。さらに次に述べる事項を遵守して資質の向上に努めなければならない。括弧1、高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて初めて的確な鑑定評価可能となるものであるから、普段の勉強と研鑽等によってこれを体得し鑑定評価の進歩改定に努力することとなっています。まあ、道徳論、まあ、まさにこう私に言われてのことですね。鑑定士になってからも勉強研鑽なんだとの責務が示されています。で、括弧に移ってください。依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行えるようにするとともに社会一般に対して実践活動をもって不動産の鑑定評価別の制度に関する理解を深めることに不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めることになっています。まあ、講談は当たり前ですね。まあ、鑑定評価の信頼性を高めなさい、努めなさいという責務です。前段はこれ説明責任ですよね。鑑定評価の結果を分かりやすく説明しなさいとの責務です。なんか難しい言葉を使って鑑定評価を行うんじゃなくて、これ分かりやすく評価内容についてこう説明する責任を鑑定士は負ってるんだ。これは重要ですね、あの説明責任。私の2つ上ぐらいの世代の方はですね、あの鑑定評価の成果物を鑑定評価書というんですけど、多分2つ上ぐらいの世代の方はですね、あの鑑定評価書をですね、郵便で相手先に送っても評価終わりみたいな、そういった時代だったと思うんですけど、今説明責任重要ですので、鑑定評価書をですね、自ら相手先に出向いて持ってって、で、こう机の上に広げて、この数値はこうこうこういった理由でこの数値にしました。で、この利回りはこうこうこういった理由でこの利回りしましたみたいな感じで、こう一つ一つこう丁寧に説明していくところが非常に重要です。なので、今ね、説明責任ですね、あの重要な、責務になっています。で、続いて、カッコさん移ってください。カッコさん見てください。不動産の鑑定評価などあっては、事故または関係の利害の有無、その他いかなる理由に関わらず、公平妥当な態度を保持することになっています。いかなる理由に関わらず、常に公平妥当な態度を保持して鑑定評価を行う必要があるんだ、そういった責務です。今、鑑定業界で、まあ、ずっと問題されているのが、依頼者プレッシャーというですね、そういった問題があります。依頼者からプレッシャーを受けてですね、なんか、高い金額で出してくださいってプレッシャーを受けて高い金額を出してしまって不当鑑定でこう罰せられるとか、そういったことですね。確かに報酬をもらうのは依頼者からです。だから鑑定評価というのは依頼者のために得る金額を出すことが鑑定評価ってそうじゃないです。あくまで鑑定評価というのは依頼者等々ですね、いかなるね、依頼者等々の有無ですね、利害の有無、その他いかなる理由にかかわらず常に公平妥当な態度を保持して誰しもが納得する適正な価格を求めていくのが鑑定評価です。
確かに報酬を受けるのは依頼者からなんですけど、依頼者等々の利害の分、そのね、その他いかなる理由にかかわらず、常に公平妥当な態度を持ちして、誰しもが納得する適正な価格を求めていくのが、鑑定評価なんだということになってきます。では、括弧4。不動産の鑑定評価にたっては、専門職業家としての注意を払わなければならないことになっています。プロである以上ね、プロとして専門職業家と注意を払いなさいということです。例えば依頼者から資料の提供を受けました。こうしっかり調べることなくですね、鵜呑みにしてですね、安易に信じてしまって、で間違った資料なんで結果的に間違った鑑定評価を出してしまった。これよろしくないということで、やっぱり、ね、鑑定士の責務が問われます。なのでプロである以上ですね、提供を受けた資料についても鵜呑みにすることなく、しっかりとチェックした上ですね、チェックした上で採用していかなきゃならないんだね。そういったね、専門職業家としての注意を払わなければならないんだとの責務ということになってきます。で、試験対策上重要なのは、この遵守事項の5番目ですね、15ページ。この5番目の遵守事項が試験対策としては重要ということになって、これ、受託責任が5番目、遵守事項として示されています。過去5、事故の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、または縁故もしくは特別の利害関係をする場合と、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこと。下から2行目マークをしてください。原則としてマークをしてください。原則としてマークをしてください。下から2行目原則としてマークをしてください。能力を超えていたり利害関係する場合の公平な鑑定評価害する恐れのあるときは原則評価引き受けてはならない。これ逆に言えば利害関係等々ある場合にも一定の場合には鑑定評価引き受けることができるんだ、例外論があるんだということを示するのがこの原則としてとの文言ということになってきます。でこの原則としてという文言は担当の問題で間違いの足を作りやすいですね、非常に重要なフレーズということになっていきます。はい、画面見てください。この原則としてという文言を使った間違い足のパターンとしまして、まずは原則例外逆パターンの誤りの足です。こんな足です。特別な利害関係をし公平な鑑定評価を害する恐れのある時においても公平な公平妥当な態度を保持していれば原則として不動産の鑑定を引き受けても構わないとなっています。原則引き受けてはならないでしたね。これ原則例が逆にした誤りのパターンということになっていきます。続いて例外なしの誤りパターンです。こんな足。不動産鑑定は常に公平妥当な態度を保持しなければならず、特別な利害関係する場合はいかなる場合だっても不動産の鑑定は引き受けてはならない、あくまで原則としてですよね。例外なしの誤りのパターン、このように簡単に間違いなしですね作れる文言がこの原則で、この後も原則としてって文言はですね数多く出てきます。担当で間違いなし作りやすいですねキーワードになってきますので、この後も意識して原則としてってフレーズですね押さえていくようにしてください。あと責務についての問題をですね、あるいは道徳論で判断できるね、そういった問題が出されたりしています。例えばこんな足が過去の本試験に出されています。不動産鑑定士に課せられる責務の大きさは所属している事務所の大小に比例する。どうでしょうか。不動産鑑定に課せられる責務の大小は所属している事務所の大きさ大小に比例する。どうでしょうか。これは道徳的に罰だってこと分かりますね。所属している事務所が大きかろうが少なかろうが、鑑定士に課せる責務はですね、同じです。こういった形でも道徳で判断できるような、そういったね、問題がね、過去の本試験に出されてますので、責務に関してはそういう道徳論を踏まえて判断していけばですね、おおむね正解ですね、導き出すことができるということになってきます。はい、以上、総論第一章です。冒頭でも説明しましたが、これ、ね、2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのが総論ですね。抽象論なので、いきなりちょっと難しいんですよね。ちょっとね、読みづらい、把握しづらいですね、文章構造になってますので。ですので、2章以降の具体的な概念を学んだときに、必ずこの1章に戻ってきますので、戻ってきたときに、ああ、そういったことをやったなと思い出せるようにしていけば、1章の復習の到達点としては十分です。思い出せるようにしておくですね、その程度で十分ということになっていきます。で、復習の仕方は、この足別鑑定理論ですね、解いていくということになっていきます。で、問い通しは足別なんですけど、この、講義進度表、パワーポイント画面集、暗記ノートのね、冊子がありますね。で、表紙めくっていただきますと、この講義進度表がありますよね。各回ごとのですね、扱った中身等々ですね、示されている表になっています。
今回第1回ですね、扱った章は総論第1章不動産の鑑定評価に関する基本的考察です。合格基礎テキストの該当ページとしましては、この16ページまでね、これ学んでいます。で、解いてほしい足別のね、番号が一番右端示されています。上巻の4ページ足の1から40ページの足の124までです。これが今回の該当か、このうちです。このうち、はい、下五色体のところですね、名掛けのところ。なお復習にあたっては、足別鑑定理論の該当箇所の星3つの足をまずは解き、2度目3度目の復習の際には星2つの足も合わせて解くようにしましょう。星1つの足は解く必要はないんだということです。まず1回目の復習は、この該当箇所の星3つだけで大丈夫です。星2つはですね、全20回講義受講した後でないと理解できないような内容が含まれてますので、まず1回目の復習は該当箇所の星3つの足をね、解くようにしてください。で、2度目3度目復習の際にはね、星2つまで広げてくって、星1つはですね、やらなくていいです。質問をしないでください。で、このようにですね、進度表で扱う、ね、分野だったりテキストの該当ページと示されてますので、例えば生クラスの方とかでこう、ね、欠席された方はですね、こう自分でフォローで追いつくときにはですね、これ確認した上でですね、追いつくようにしてください。はい、では1回目の講義で、ね、以上ということになっていきます。しっかり足別解いてですね、学んだ内容確認したらですね、2回目にまた臨むようにしてください。はい、じゃあ以上をもちまして合格基礎講座鑑定の、ね、第1回目講義を終了いたします。お疲れ様でした。